特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。感想動画、解決ドロリ展に行ってきました。どうもゆうちゃまです。子供の頃から大好きな作品、解決ドロリ。小学校の時に、ドロリが人気すぎて、なかなか本を読めなかった人、多いんじゃないでしょうか。漫画のような部分もありつつ、絵本として完成度が高すぎる。そんなゾロリ展に今回行ってまいりました。兵庫県にある宝塚市で開催してたんですよね。僕は大阪住みなんですけど、大阪で開催の時にゾロリ展やってたんですけど、情報をね入手できてなかったんですよ。いやー、やっぱりネットでこう情報を拾うって難しい。なんでそのね大阪の時に行けなくてちょっと悔しかったんですけど、兵庫で開催、宝塚で開催ってことで、あ、兵庫だったらいけるなっていう、そんな思いで行ってまいりました。いやー、ゾロリはいいですね。こう、いろんな展示が撮影し放題なんですよ。たまんなくないですか？で、僕がちょうど行った時は、平日のお昼頃に行ったっていうのもあるかもしれないんですけど、結構ね、会場が空いてたんですよね。なので、こう美術館のような感じで静かな神聖な感じでした。もう落ち着いて回れましたね。なんかこう、あ、次行かないとってせかされることもなく、もうほぼ貸し切り状態じゃんみたいな、タイミングはバッチシでしたね。その本ごとの原画っていうんですかね、実際に書かれていた下書きだったり裏話などが記載されていて、すごいね、愛を感じられる展示でした。ゾロリ好きだったんだなっていうのをね、思い出させてくれましたね。成人しても子供の頃好きだったものって変わらないんだなっていう思いがね、こう芽生えましたね。ゾロリって今考えてももう正統派じゃないんですけどヒーローなんですよね。悪いところもあるんですけど悪くなりきれない、そこがゾロリの魅力かなと。ダークヒーローではないんですけど、正義と悪のちょうど真ん中を行ったり来たりしてる、そんなゾロリが僕は大好きです。原豊先生って偉大ですよね。僕は1999年の生まれになるんですけど、1987年ぐらいからこの解決ゾロリをやってたわけで、僕の生まれる前からあんなに面白い作品を作り続けていた、とんでもないですよね。僕がね一番好きなのはテレビゲーム危機一髪。あのお話はすごく今でもこう心に残り続けている名作です。アニメも含めて良かったです。お姫様のために夜中にゾロリが工事のバイトをして必死に稼いで、夜勤の仕事ですよね。お姫様に楽しんでもらう、一生懸命働いたお金でお姫様に楽しんでもらうっていうね、あの汗水垂らして働くゾロリっていうのがすごくかっこよかったんです。泣ける名作、ゾロリって本当にいいんですよね。ゾロリ展すべてが最高でした。ゾロリ展行った人はよかったらコメント欄でお待ちしてます。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。